どうも皆さん、おはこまちなら現代最強チャリンコ YouTuber グッドロッキングガイ新荒北仮面のおじさんだよ。ロードバイク業界はリムブレーキからディスクロードに移行しつつある現代、そんな中リムブレーキの存続をかけて美車バイクがラインナップする現代最強コスパのリムブレーキカーボンロードバイク紹介していこうと思うんで、よろしくマーベリックです。はい、どうもこんにちは。死ぬ気で頑張れ、死なないからって言ってるやつ48歳で行く、頑張りすぎ要注意って話、マーベリックだよね。続いて紹介するのが8号機。荒北仮面、お前ディスクばっか紹介してんじゃねえよって言われるかもしれないですけど、美車さんちゃんとリムブレーキも出てます。じゃあ大島さんお願いします。こちらはですね、さっきの5号機というモデルに、はい、ジオメトリー設計に関してはほぼかなり似てるんですけど、はい、クイックリリースを、使用してるのと、もちろん、はい、リムブレーキなん で、はい、でこれが結構しなやかな乗り心地を出すみたいで、はい、5号機よりもなんかすごいこう乗りやすいねっていう感想をいただく方が多くて、はい、であとそのリムブレーキならではのやっぱりコストをかけずに、その仕上がりの非常にいいもの、フレームも9万5000円のフレームなんで、フレーム9万5000円、はい、カーボンで。そうですね、結構だからリムにのそのもともとアルミに乗られてる学生さんなんかがこのフレーム買われて乗せ替えるっていう方も結構いて、はい、リムのまま乗りたいって方とか、あとはリム乗ってるんだけどちょっと乗り味が古くなってきたんで、乗せ替えたいなとか。あ、じゃあ今、そうですね、現行でリム乗ってて、ちょっとへたってきたかなって人とか、違う乗り味楽しみたいなっていう人に美車からおすすめのバイクってことですね。あと不幸にして事故でフレームを折ってしまったとか、そうですね、そういった方がお安く直したい方には、そうですね、もうこれしかないみたいな感じで、コスパ最強ってことですね。そうですね、なるほど。結構これをフロントシングル化したりして、はい、遊んでこうもうものすごい軽量に仕上げて、そういうこともできるんですね。ゾンダーを使って7.6 キロぐらいに仕上げられた人もいて7.6 キロぐらいですか。そんな軽く カーボンパーツをいろいろ入れていくと、結構 7.6 になっちゃうらしくて、なるほど。ですごいね、私もそれ乗らせてもらったんですけど、ものすごいよく走って、こういう作り方確かにあるんですねって言って、すごい発見、逆に発見だったんですけど、リムを今もまた新たにこの後に及んでまたリムを使うというの、はい、じゃあ現行リムバイク勢に向けた1台ってことですね。そうですね、はい、リムを愛してやまない人にぜひまた乗っていただければなという。で、僕もちょっと油圧には最近ね金がかかりすぎて、ですよね心の叫びが金かかりすぎじゃって思うところがあるんでちょっとそこら辺もね、これで確かめ、再確認、リムブレーキの魅力も再確認したいと思います。はい、やっとモーターのコイルが温まってきたところなんじゃない、この不思議ちゃんが。あらきさかめ、それでは美車8号機リムブレーキモデルね、乗っていこうと思います。テクトロのブレーキキャリパーということでね、長年シマノを愛用している僕、そこら辺のねレビューもねしていこうと思います。断続的にこの減速帯が並ぶ最古の名物コース、ジオメトリーは5号機と同じでオールラウンド型、固めのフレームなんだけど、リムブレーキモデルということで、クイックリリース、そしてリムモデルのホイールっていうことで、言うなればねバネ下がディスクブレーキモデルよりも軽くなった、そのおかげもあってか本当乗りやすいっていうのかな、この段差が苦じゃない、5号機と比べて路面追従性が向上してより乗りやすくなったようにね感じられます。マイルドになったにせよ5号機と同じ遺伝子ということで、ペダルを踏み込んだ力がね逃げる感じはねありません。オールラウンド型でありつつ、レーシーなねスタイル、フレーム剛性が高く軽量なカーボンフレーム、バネ下が軽いということで本当路面追従性がね高く、途半がねすごい楽だよね。こんな風にねルンルン気分で途半してしまうぐらい、軽快なバイクだよね。でヒルクライム勢がディスクブレーキ全盛の現代であってもリムブレーキモデルのカーボンロードを乗り続ける理由、なんとなくね分かった気がします。さっきもサトルさんが言ってたようにね、8号機、
まあ、カスタム次第でね、本当ヒルクライムバイクにもなるんで、そんなヒルクライム勢の、まあ、次期愛機、ね、乗せ替え用の機体としてもかなりおすすめなんじゃないかなってね、僕思います。まあ、あとはなんかこのハンドルがね、すごい軽い感じがするかな。やっぱりローターであったり油圧、ね、キャリパーの影響もあって、まあ、ディスクブレーキモデルは、ね、重いんだけど、リムブレーキモデルやっぱ軽いね。まあ、あとは界隈酷評の、ね、このテクトロブレーキ、どうなんだろう、別にその効かないっていうのは感じないよね。まあ競技レベルのねフルブレーキングとかすると、まあシマノと比べたら劣るのかもしんないけど、まあサイクリングレベルであったりスポーツ走行レベルでは、まあ特に問題はないかな、テクトロのブレーキ、リムブレーキ。まあ、もしこの動画を見ている、まあ、視聴者さんでテクトロのブレーキをちゃんと使ったことがある人がいて、やっぱりシマノと比べると劣ってしまう点なんかを知ってる人がいれば、ちょっとコメント欄でね教えてほしいかな。ちょっと僕にはね分からなかった。でこの日はね、まあ、南風約6メートルから8メートル、まあ、吹いていて、今現在、これね向かい風の中走行しているんですが、特にエアロ形状ではないこのビシャバイクだけど、まあポジションをね意識して走行すれば硬いフレームなんでね、脚力次第で速く走ることはね可能です。まあ速く走るにはやっぱり鍛錬経験必要って話、マーヴェリックなんだよね。で乗り味としてはね本当癖がない、まあ、そして硬すぎないフレームなんでね、まあ、初心者から中級者競技勢ぐらいまではね多分楽しめる機体だと思います。ではね、あのどれほどの剛性反応性能があるのか、まあ、向かい風の中ちょっとアタックしてみたいと思います。硬いフレームで、まあ、剛性は高いんだけど、まあ、リムブレーキモデルということで路面追従性が良く、まあ、多少重いギアで回しても、まあ、耐えられるかな向かい風ね、ダンシングする余力も残ってる、まあ、リムブレーキモデルならではの乗り味、まあ、現行モデルのディスクロードよりもやっぱり軽快感はね半端ないって話、マーヴェリックでね、まあ、ただしリムブレーキを選ぶ上での注意点、まあ、それは今後、まあ、大手メーカーからカーボンホイールが販売されないっていうところかな、まあ、ゴリゴリにカスタムしたいっていう人はやっぱりディスクブレーキモデルを購入した方がいいのかなって思います、まあ、なのでロードバイクはこうでなくてはいけない、まあ、そういった偏見を持たずに、まあ、使用用途に合わせてアルミ、カーボン、油圧ディスク、機械式ディスク、リムブレーキ、各モデルの中から自分に合ったバイクを見つけやすいのがこのビシャバイクかなって僕ね思います。まあ、ビシャ8号機は軽量なカーボンフレームと路面追従性の高いリムブレーキホイール、リムブレーキモデルのカーボンロードとしてはねかなりおすすめなんでね、選択肢の一つとしていかがでしょうかって話、マーヴェリックだよね。あとはエントリーグレードであっても新品のフレームを低価格で購入できるのも至高の領域って話、マーヴェリックだよね。